はい、サンロッカーズ渋谷広報担当の西です。サンロッカーズ渋谷は渋谷区をホームタウンとし、青山学院大学青山学院記念館をホームアリーナとして戦う男子プロバスケットボールチームです。サンロッカーズ渋谷は多くの日本代表選手を擁し、また昨年まで NBA レイカーズでプレーをしたロバート・サクレ選手を獲得、新体制となった歴史あるチームです。はい、2016年日本のバスケットボール新時代 B リーグ初代チャンピオンを目指し挑戦します。はい、清水大志郎選手と大塚優斗選手です。こんにちは、背番号1番清水大志郎です。趣味はゴルフです。得意なプレーはアシストです。背番号14番大塚優斗です。趣味は映画鑑賞です。得意なプレーはスリーポイントシュートです。今日は僕たちが絵本の読み聞かせを行います。よろしくお願いします。学校行ってもずっと友達、みんな一緒に大きくなった、ずっとずっと友達、大人になってもずっと友達、みんな友達、ずっとずっと友達。自分の名前の札をあの神社に置いてくるっていうのはどうですか？いいよいいよ。じゃらんじゃらーん、出たー、キャー、お化け、ベロベロバー。みんな集まって、いい考えがあるの。なーに、ひろみ先生。落ちた落ちた、何が落ちた？雷。はい、落ちた落ちた、何が落ちた？流れ星。あ、落ちた落ちた、何が落ちた？飛行機。ヒュ、落ちた落ちた、何が落ちた？バスケットボール。はい、バスケットボールは屋内競技です。野球やサッカーと違ってとても近い距離でエキサイティングなプレーを見ることができます。サンロッカーズ渋谷は青山学院を会場にバスケットボールの試合をしています。ぜひ体育館の方に応援に来てください。よろしくお願いします。来てねー。